皆様お疲れ様です。井上でございます。今回ですね、こちらですね、人気配信中、いや大人気配信中のアプリファンタジースライフオンラインですね、まあ、3DS のソフトでやってる皆様、ご存知かと思うんですけれども、非常にキャラクターが可愛らしく人気が高い、アプリですね。こちらでですね、今回、2回目でしょうか、こちらのですね、うるわしの女海賊召喚ということで、オリビアというキャラクターがね、今ピックアップされております。こちらを狙って今回11連をですね、1回だけ引いて出したいなと思います。やっぱりね、1回で出さなければ私の存在意義はないということで、早速行ってみていきましょう。神々ですね、相変わらず神々ですがお許しください。ちょっとピックアップにこうバナーを合わせますよ。いきますよ、いきます。599個、うちの400個を使ってうるわしの女海賊召喚11年を行いますか。イエスさあ、いきます。さあ行こう。ここでね、なんかこう女神様の召喚が あの召喚じゃなくて昇格かあったりするとかないとか、水色っぽいのが超大当たりな感じです。この金は違います。ここからでも十分昇格する可能性はあります。出てほしいね。最近ちょっとガチャ運が落ちてるんで頼むよ。スターレアね、スターレアはちゃダメよ。マスターレアです。狙いはマスターレアのオリビアです。女海賊オリビア確定ね。 Thank you。ヒートセイバーレアね。クモバスター持ってるよ。知ってる。お、来た。これだよ、これ。来い。あーはーはー、違うけど嬉しい。あー、王室使いの天才裁縫師クラウスが仲間に加わりました。ありがとうございます。まあいいや、もう一回来て、頼むよ、もう一回来てよね。ライムちゃん、ありがとう。あとでね、もう一回来い、女神。あー、ヒルダ。泣き虫王国兵士少女ヒルダ。違うなぁ。あと3回いるチャンスしかないよ。頼むよ。オリビア、来てくれ、オリビア。やばい、あと2回だよ、やばいよ。あー、覚醒。頼むよ、次で決めて。これクリックするのめっちゃ怖いな。行くぜ、おい、来い。あー、ということで、はい、ですね、今回ですね、見事ね昇格があったんですけれども、まさかのね、美しい衣装に興味があるから、あるなら私と共に究極の美を、ということで、王室使いの天才裁縫師クラウスをゲットできました。ありがとうございます。まあとはいえね、狙いは、女海賊ね、うるわしの女海賊オリビアだったので、チャレンジ自体は失敗です。ですがこのね、一発でまさかの昇格が見れたのは非常に大きいです。まあ残り199個ありますので、こちらをね残して次回も挑戦していきたいなと思います。その頃にはもしかしたらもうオリビアのピックアップは終わってるかもしれません。ただこれいつまでやってるのかな、ちょっとその辺も分かんないんですけども、私ね、あ、10月4日までやってますよ。来月の4日なんですよ。それならまだ全然チャレンジできるのかなというところで、今回はこれで終了させていただきます。以上、井上ゲーム&チャレンジ、今回はファンタジーライフオンライン、うるわしの女海賊召喚挑戦動画でした。ご視聴ありがとうございました。残念ながらチャレンジは失敗しましたが、引き続きですね、こちらオリビアをね狙ってガチャチャレンジやっていきたいと思います。召喚チャレンジだ。
それではまたお会いいたしましょう。グッバイ。